どうもこんにちは、今回はですねゴーグランピングの二股ティピーテント、ポリコットンのテントになります。それとですねこのテントに使えるインナーテント、今回はですねこちらをご提供いただきましたのでご紹介します。さあそれじゃあ上げていきますけども、どうなってるんだ、あ、横にもこんな感じでフックがついてるんですね。これは結構新しいんじゃないですか、袋の作り方としてだいぶ余裕があります。で、ああなるほど、マジックテープになってると。なんか手紙みたいなのが入ってますが、すげえな、なんかパンフレットが入ってます。まあなんかこういった製品があるよっていうね感じでパンフレットがあるんですが、ゴーグランピングってね、前に関西の方でキャンプした時にタープを使ってる方がいたんですが、結構物が良かったんですよね。ゴーグランピングっていうのはアマゾンでよく見てたんですけど、使ってる人がいてね、初めて、物の良さをね知りましたね。まあ、とりあえず広げますか。まあ、とりあえずですねどっかに起点を作るので、どこにしようかな、この辺にしますか。まっすぐの位置を見てペグ打ちます。この辺かな、ただただ四角形になるように打っていくだけですね。でちょっと修正が必要であれば修正しましょう。よし、さあそしたらですね今度ポールです。最近のこういった三角テントっていうのは二股が主流ですよね。一応今回のテントはねソロ用のテントになってます。まあ、ソロキャンプするにはって大きさなんじゃないかなと思うんですよね。でそしたらですねこういったパーツがあります。二股化するパーツですね。これを、まあ、先っぽの方に取り付けますと、まあ、ただ差し込むだけですねこれは。でこのポールなんですが、こういったですねパーツも付いてました。ポールの下側に差し込むやつですね、これをちょっと差し込んでいきます。まあ、この辺は長さをね調節しながらにはなりますけど、差し込むと、まあ、ちょっと緩かったら締めましょう。まあ、とりあえずこんなもんでいいんじゃないかな。でこれをテントの中に入れていきます。ここがてっぺんですね。てっぺんに入れたら立ち上げます。さあこれが今立ち上げた状態です。まあ、この辺は修正しながらにはなるんですが、まあ、ちょっとね長さ足りないなと思ったらこう広げてあげればいいですね。ただこれ横に広げちゃうとですねちょっと斜めになってるの分かりますかね、こっち側に傾いちゃってます今。本来であればこんな感じかな。なのでここはもう張り綱でちょっと調整しましょう。こんな感じでですね付属品の袋があります。この中にはまず自在金具付きのロープがついてて5個、こっちも5個ですね、5個5個2個っていう感じでロープがついてます。でペグか、6本のペグがあります。ただ今回はねこれ使いませんでした、いつも使ってるペグでやりました。ただこれは結構持ってくれそうなペグですね。であと替えのスポンジ、二股ポールの先端につけるやつですね、これもついてると。で一応ですねこんな感じでゴーグランピングのロゴが入ってるので、まあすごいな、よくやるなここまで。さあそしたら調整ですね、張り具合を調整してこんなもんですかね。あとですねこちらの特徴として、全膜ですよね。まあなんて言うんだろう、タープみたいな感じで使えるこういった全膜がついてまして、このてっぺんに取り付けるやつですよね、てっぺんに取り付けるジョイントパーツもついてます。まあ、こんな感じでカラビナも付属してます。こっち側の方にねカラビナがそのまま元からついてます。
ちょっとこれを連結してみましょうか。外側から連結してみます。まあ、広いテントっていうのはね、その分広さがあるから快適ですけど、僕みたいにね、あんまり身長が高くないとこれぐらいの高さっていうのは扱いやすいですね、すごく。で、とりあえずはね、この3つですよね、3つの部分を軽くペグダウンしましょう。今日ですね、風が強いです。風が強いので、まあ、台風実験にもなるんじゃないですかね、ある程度の。まあ、本来はですね、風が強い時なんてのはタープって張るもんじゃないですよ。やっぱりテントの中でね、のんびり過ごすっていうのが、キャンプするならですよ、キャンプするならいいんじゃないかなと思いますね。まあ、一番いいのはね、そういう悪天候の日は帰るっていうのが一番いいですけど、僕なら帰るな。まあ、この全膜はですね、違う使い方もできるんで、まあ、どっちかっていうと本体に取り付けた方が使い勝手としてはいいんじゃないかなって感じがしますね。まあ、やらんとすることは分かるんですけどね、ゴーグランピングがこう目指したことというか、その辺は分かるんだけど、形としてはちょっと中途半端かなって感じですよね。このなんていうんだろう、三角形みたいな。で、ちょっとね、中にね、リクライニングチェアを入れてみました。リクライニングチェア入れるとね、こんな感じなんですよね。よいしょ。リクライニングチェアを入れるとですね、こんな感じです。まあ、この両端に手が当たるぐらいかな。まあ、テーブルとかね、クーラーボックスとかその辺だったら置けるかなって感じですが、まあ、こういうリクライニングチェアとかはどうなんだろう。ちょっとこういうのは厳しいかもしれないけど、まあ、入れるならコットみたいな感じでしょうね。で、ちょっとね、細かいところ見ていきますと、こういったファスナーですよね。ファスナーもね、作りがいいですよ、すごく。こういった内側の方に生地が入ってますね。縫製も全く問題ないと思います。で、あとですね、これも特徴の一つになると思いますが、煙突穴がついてます。こういう感じでね。あ、結構何重にもなってんだな。まずこれが一つ目の扉ですよね。一つ目の扉があって、こうなってんのか。あ、なるほどね。これ取り外しできるんですけど、ここに煙突が通って、要はここに当たるんでしょうね。で、テント側をガードするってことでしょうね、これはきっと。で、これも外せると。まあ、かなりね、ペグダウンして風とかの対策をする必要がありますが、まあ一応こんな感じで窓はついていると。ローコットと、このステンレスのテーブルですね、これを入れてみました。まあ、どうしてもですね、この三角テントっていうのは下は広いですよね。広いけど上に行くに従ってどうしても狭くなってきてしまうんで、まあ、やっぱりこういった地べたスタイルに近い方が、広さは感じられますね。一人だったら全然十分じゃないでしょうか。で、今こんな感じでやってますけども、正方形なので、まあ、薪ストーブ使わないんだったらこっち側ですね、こうコットを置いてもいいでしょう、きっと。で、薪ストーブ使うんだったら、まあ、こういったレイアウトになるのかなとは思いますが、いいんじゃないですかね。まあ、薪ストーブ使わなかったら、もう一個はコット置けますよね。もう一個コット置けるから、まあ、2人ぐらいならって感じですね。まあ、このテントだけで使う場合はこんな感じです。じゃあ次はね、インナーテントをつけてみましょうか。インナーテントですけども、畳み方まで書いてあります。畳み方、収納方法ですね。じゃあちょっとインナーテントの、ね、付属品を見てみると、ペグが4本、四隅に打つペグですね、これが4本と、あとカラビナがついてます。これは吊り下げ用のカラビナになるでしょう。やっぱりゴーグランピングのロゴ付きです。で、これをですね、とりあえず上に取り付けるんですが、よいしょ、わかるでしょうか。この上にね、今ね、カラビナを取り付けました。で、ここに引っ掛けていくと。とりあえずですね、四隅をペグダウンですね。ペグダウンしたら長さを調整します。
こういうバスタブ型のですねインナーテントっていうのはいいですよね。雨が降ってもある程度大丈夫なんで。さあ別売りにはなるんですが、インナーテントをね入れるとこんな感じです。まあ、夏場はすごくいいと思います。人一人入ってもこんな感じですからね、全然余裕でしょう。でインナーテントの中はですね、左右にポケットがあると、広げた場合にねこの辺巻き上げることができるようになってます。こういう風にバスタブ構造になってるので、まあ、雨が降っても多少の雨であれば、まあ、中びしょ濡れってことはないんじゃないでしょうか。ただやっぱりねこの手のテントなんで個人的にはですけどインナーテントなしで使いたいかな。でこの全幕なんですが、ちょっとね違った使い方もできるようになってます。ここがねファスナーになってるんですよ。このテントですね前後の区別はてっきりないもんだと思ってたんですが、前後の区別ありますね。こんな感じでねいい感じのファスナー、まあ、雨に強そうなファスナーがあります。でこの内側ですね、内側にもう一個ねファスナーがあるんですよ。これですね、ここにもう一個ファスナーありますよね。でこれが反対側にはないんですよ。前後入れて同じ形にしているのになぜここに違いをつけたのかがちょっと分かんないですが、本当はねこんな感じで両方取り付けられるのが、一番いいと思うんだけどな。その辺はちょっと改良してほしいなと思ったりしますね。で、ここにファスナーがあるのでここですね、ここに取り付けます。で今度反対側ですよね、反対側にも取り付けられます。よいしょ、こんな感じで使ってもいいでしょうし、片方のファスナーを開けてポールを立ててあげて、この辺にこう立ててあげると、まあ、だいぶ広々とした使い方ができるテントでしょうこれは。でまあ全幕の使い方としてはですね、さっきのこうタープ型もいいんですけど、僕としてはこっち側の方が、なんか実用性が高い気がしますね。出入りもこっちの方がしやすいですしね。そうだから結局ですね、こういう風にロープが遊んじゃったりとかするんで、こっからやっぱり取り外して違うところにやりたいとかってなると、やっぱりカラビナちょっと面倒ではあるんですが、100均とかで十分なので、アルミのカラビナとか買ってですね、それでロープをつけるっていうのが使いやすいでしょうね。さあちょっとですね、ここから先は細かいところ見ていってみましょうか。まずベンチレーターなんですが、ベンチレーターのところに分かるかな、網があります。メッシュになってますね。でこれが、こっち側の面と、あと反対側ですね、薪ストーブの穴がある方ですね、こっち側にも同じようにあると。であと上のベンチレーターなんですが、このベンチレーターがね、連結パーツをつけちゃうと干渉しちゃうんですよね、きっと。なのでここ今開けてないんですが、まあ難しいでしょうけどね、これを干渉させないっていうのは。まあ一応干渉しちゃってますと。で、中ですね、中がこんな感じになってます。すいません、ちょっとポールがずれちゃってますが、本来はセンターに来るはずです、このポールがね。で、薪ストーブの穴があって、こちら側には巻き上げるところがついていると。でこっち側だけに、あれですよ、この全幕をくっつけるファスナーがついてて、で反対側ですよね、反対側はついてないんですよ、残念ながら。であとこのスカートですね、スカートに関してもこんな感じで、ね、巻き上げることができるようになってます。なのでまあ夏場とかだったらこのスカートいらないですよね。いらないのでもう常時巻いておくっていうのが風通しも良くなりますし、いいのかなと思います。まあ、このテントをねまとめますと、使えるのは大体2人でしょう、多くて2人。特徴としてはですね、やっぱりこの全幕ですよね、全幕があってなおかつアレンジができるっていうところが、まあやっぱり特徴かなと思います。タープのように使うこともできるし、こうやって本体にくっつけて使うこともできるので、まあアレンジは結構広がりますよね。で残念ながらね、このポールがついてないんですよね。ポールがついてないので、ポールはまあ別途用意する必要があります。あとペグとかね。で、このセンターポールですよね。センターポールは立ってなくて、二股のポールが最初からついていると。で、あと嬉しいのがこの連結のパーツですよね。連結のパーツがついているので、まあ、自分が持っているタープをね、そのまま連結して貼っちゃうということもできます。
で最初見たようにですね、収納袋が結構大きめな作りになってます。なので薄いものであればですね、タープを入れたりとかポールを入れたりとかもできると思うので、まあ、本来はですね、いろいろと買い揃えなきゃいけなかったりするものが、結構オールインワンになってる感じです。でインナーテントも一緒に使えばですね、四季を問わず使うことができます。冬場なんかは薪ストーブも入るテントなので、中で寒い思いをしなくて済むというのも特徴の一つです。ということで今回はゴーグランピングの二股テピーテント、こちらをご紹介しました。概要欄の方にですね、リンクを貼っておりますので、気になる方はぜひ見てみてください。それでは。